エカテリーナ・ボリソブ・ナルブレワは、ウクライナ、オデッサ出身のロシアの女性元フィギュアスケート選手。2009年ロステレコム杯イ3位。パートナーは、イワン・シェイフェル。ゲームウクライナのオデッサに生まれ、5歳の頃にスケートを始めた。1994年に、イワン・シェイフェルとカップルを結成し、アイスダンス選手として活動を開始した。2001から2002シーズンから、 ISU ジュニアグランプリに参戦。翌2002から2003シーズンには JGP 一平均で初表彰台の2位となり ISU ジュニアグランプリファイナルに進出した。2003から2004シーズンには JGP スケートブレッドと JGP バルトハイで連続2位となり2年連続で ISU ジュニアグランプリファイナルに進出。ロシア選手権ジュニアクラスでも3位となり 初出場の2004年世界ジュニア選手権では6位入賞。2004から2005シーズンからシニアクラスに移行し、翌2005から2006シーズンより ISU グランプリシリーズに参戦したが、2006から2007シーズンの ISU グランプリシリーズはパートナーのシェフェルが中水炎となり、手術が必要となったために危険を余儀なくされた。2007から2008シーズン、 ロシア選手権で自己最高位の2位となる。2008年欧州選手権では自己最高得点をマークしたものの前年より順位を落とし13位だった。ルブレワの両親はアイスダンスカップルで1970年のユニバーシアードで2位だった。2009年2度目のユニバーシアード出場でルブレワも2位に立った。2010年競技生活から引退。 現在はコーチとして活動をしている http コロンスラッシュスラッシュキーローフドット .kp.ru スラッシュオンラインスラッシュニューススラッシュ798549スラッシュありがとうございます。